ここは高木です。その中でも僕が一番紹介したいところは天保神社です。この後ろに見えるのが天保神社。ここでは今祭りが行われています。大きく3つに分かれて、行事が行われます、はい、1つ目は、あそこにあるみこしを担いで小学生たちが運ぶものです、うん、2つ目は、ここにあるでっかいのぼりを、このあそこにいる大人たちが、運んだりします。3つ目は、あそこから天が降りていきます。そこで天狗が降りてくる、はい、あそこ の、 鳥居ありますじゃないですか、はいはい、あそこから天が降りてきます、はい、でその下に獅子舞がいます、うんうんうん、その獅子舞とその天が、うん、対決するんです。天狗が降りてきて、あ、始まりました。獅子舞は、真ん中に入っている人が、足で前に入っている人が口を動かす重要な相手です。で、僕の発表を終わります。礼。